チャードル。チャードル、ペルシャ語は、イランの女性が外出して、公衆の面前に出る際伝統的に身につけてきた衣装であり、体全体を覆う黒系の布の形をしている。これは、イスラム教の女性がイスラーム圏において従うドレスコードの一つである。日本語では、チャドルとも表記する。アフガニスタンでは、チャドリというが、 特に肩あたりまでを覆う図巾状のものを刺すことが多い。現在のイスラーム共和制のもとではヒジャーブが強制されているが、政府は民族精神の観点からチャードルを数あるヒジャーブの中も特に奨励している。チャードルは全身を覆う竹の半円の布で前が下まで開くようになっている。頭から覆って前を閉める。手で開けたり閉めたりするものはついていないが、 手や口で押さえて、締めたり、腰の周りで結んだりして止めておくこともある。伝統的には、チャードルは、頭用のスカーフ、ルーサリー、ブラウス、ピーラーン、スカート、ドマーン、または、ズボンの上に履くスカート、シェルバーと共に着用していた。顔は、両目の部分から、白い長方形のベールで覆う。現在では、必ずしも必要ではない。家の中では、 チャードルとベールはつけず涼しい形装をしていた。現代のチャードルの復活前は、黒は死や葬式を連想させるため避けられ、白か模様地のものが好まれた。現在のイラン政府は、コメーニーの考えに従い、黒がチャードルとして正式な色としている。しかし薄い色や違った色を好む女性もいる。田舎の高齢の女性は、現代風の流行を嫌うということもあるし、 若い女性の中には様々な色付きのチャードルに夢中になる者も,もいる。深夜派のクルド人や部族によっては黒のチャードルの着用に抵抗している者も,もある。革命前はヒジャーブを被るか被らないかは女性の選択に任されており、主として宗教的に保守的な女性が着用していた。ただし歴代のシャーたちの中にはヒジャーブを 全近代の象徴とて禁止した例もあった。現在のイスラーム共和国では、女性はヒジャーブを身につけねばならない。身につけない場合、宗教警察によって尋問されることや、場合によっては投獄されることもある。ただしチャドールでなければいけないというわけではなく、女性によっては頭にスカーフを巻くのと、腕や足を隠せる長竹のコートでヒジャーブとすることもある。 このコートはフランス語のマントと呼ばれている。斬新な女性は徐々にスカーフを後ろにずらして、髪を少しずつ見せるように着用するようになりつつあり、コートも色鮮やかに体にフィットするタイプになりつつある。そのため彼女たちは堕落した西欧に影響されているバッドヘジャービーとして、宗教警察をはじめとするイラニ・ラーム共和国の保守派から激しい敵意を抱かれている。 エルギンディは、ヘジャーブの歴史についての著書で、ペルシアの習慣の起源を古代メソポタミアに置いている。そこでは、立派な女性たちはベールを着用する一方、使用人と売春婦はベールを禁止されていた。ベールは、地位階級を表したのだった。この習慣はアケメネス・アサペルシャの支配下にも受け継がれた、ようだ。ギリシャ・ローマの歴史家、プルタークの主張によれば、 アケメネス朝では妻や愛人を大衆の視線から隠したという。ただし、馬車やカゴに隠したのであって、チャードルではない。イスラム時代以前には、チャードルの英利の証拠がない。ウォルフガング・ブルーンとマックス・ティルクによる1941年の A ・ピクトリエル・ヒストリー・オブ・コスチュームには、西暦紀元前後世紀のアケネス朝のレリーフからコピーされたとされる頭を包んだ、 長い布で顔の下半分を隠した女性の図画が載っている。しかしこの図版はチャードルについてではなくベールについての証拠である。ベールをつける習慣がセレウコス朝、パルティア朝、そしてサーサーアン朝の期間にも続いていただろうことは多分正しい。しかしこれを示すエイリの証拠はほとんどない。ギリシアやビザンチンの上流階級の女性たちも同様に 大衆の視線から隠されていた。エルグインジは、イスラムのヘジャーブがこうした、古代の地中海と中東の習慣の継続であると、信じる。海教徒の女性たちは、高い地位にあるということを示すために、ベールをつけ、または隔離されたのだった。いつチ,チャードルが現在知られている様式を取ったかは、明確ではない。18世紀と19世紀のヨーロッパからの訪問者が、 チャードルと長い白いベールを身に着けている女性たちのエイリの木を残したが、そうした衣服はそれよりずっと以前から使われていた可能性が高い。20世紀になってパフラビー町のオーレザーシャー一世は近代化を目指す彼の目標と両立しないものとして、1936年にチャードルを禁止した。エルギンディが引用したミール補正2位の証言によれば、 警察はベールをかぶっていた女性たちを逮捕して、そして強制的に彼女らのベールを取り去った。この政策はシーア派の聖職者ばかりでなく、それらの川なしで人前で現れることは裸に、等しかったと、多くの普通の女性たちさえ憤慨させた。しかしながら、彼女は、この動きは西洋化された上流階級の男女によって歓迎された。彼らは女性たちに権利を与える。 第一歩として自由主義の観点からそれを考えていたと続ける。1980年にイランイスラム共和国の新しい政府は公衆の場で女性たちが何を着るべきかを指図するために再び介入した。今回はベールの復興だった。あちこち動き回る道徳警察がしばしば不本意な女性たちにヘジャーブを強要した。この規定は 革命の翌年に最も厳密に実施された。革命の熱意が冷め、政権に対する一般大衆の厳滅が増加するにつれ、ヘジャーブの規則は数多くの小さい方法で次第に無力化された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。